こんにちは。ホークスオフィシャルリポーターの加藤和子です。ホークス春季キャンプ in 宮崎サポーテッドバイスカパーも第4クールが終了。早くも藤本監督から開幕投手の発表がありました。その開幕投手に指名された千賀投手のインタビューからどうぞ。最初キャンプ始まってすぐぐらいにそういうふうに俺は考えてるからお前もその気で準備してくれって言われて、まあ、分かりましたと言ったんですけど、まあ、本当は5番目とか6番目がいいですよみたいな冗談では言ったんですけど、まあ、でも前回正式に伝えてもらってまあ、しっかりやらせてもらいますということを、はい、言わせていただきました。まあ、とにかく僕は1年間しっかり怪我をせずに戦うことが一番なので、まあ、開幕、まあ、もちろん大切ですし、まあ、それもそうですし1年間やることというところを心がけてやっています。いや本当に何をしてくるのかが全く想像がつかないですし、打席に立ってくるかもわからないので本当に一ファンとしてすごい楽しく見させてもらってますし、本当にどうなるんでしょうって感じです。僕も、はい、みんなと一緒です。はい、まあ、とりあえずそこに対して怪我をせずに、しっかり迎えられるようにというところが一番ですし、1年間怪我をせずに、やりきるためのチームもそうですし僕自身のスタートなので、いいスタート切りたいなと思いますし、とにかくマウンド上では、強い気持ちで、勝つという気持ちで、ただその気持ち一本で投げたいと思います。Bueno, sí, me sentí bien, ya que hemos venido teniendo una buena preparación. El día de él tuvimos varios turnos en el otro equipo y bueno, nada, el día de hoy me sentí bastante bien, tranquilo. Solamente lo que fui a buscar fue ver muchos lanzamientos y pegarle bien a la bola para ir ajustando el swing y la forma de bate. Bueno, nada, el equipo viene preparándose de buena condición, de buena forma.Cada cual está haciendo el trabajo que necesita hacer para mejorar y aportar lo más que pueda al equipo. Y nada, y el equipo está enfocado. El equipo en su totalidad, tanto la dirección como los coaches, como los jugadores, están enfocados en la preparación para tener un buen inicio de temporada. そうですね、ボール自体は悪くはなかったんですけど、少しテンポが悪かったので、まあ、そこは反省して、まあ、しっかり次修正してまた、はい、練習していきたいと思います。まあ、正直まっすぐっていうのはもう投げれて当たり前というか、課題はまあコントロールと変化球だなので、いやもちろんそのバッターを距離を潰すというか、まあ差し込んでいくボールはあるに越したことないので、まあそこを生かすためにはやっぱり変化球を意識させないと、まっすぐだけだともう打たれるので、はい、まあそこをはいやっていきたいなと思います。まあ制球としっかりまあバッターをタイミングを外すボールっていうのを、まあカーブフォーク、スライダーいろいろあると思うんですけど、まあ、その中で絶対的なボールっていうのを作っていけるように、はい、したいですね。とにかく自分のできることを一生懸命やって、まあ、周りは、まあ、あまり気にせず、とにかく自分がもうやれることをやるのみだなっていうふうには思ってます。宮崎春季キャンプは2月28日まで生き目の森運動公園で行われます。なお、この模様はスカパーと公式動画配信サービスホークス TV で生中継しています。ぜひそちらもお楽しみください。それではまた。